LGV 地中海線は、全長およそ 250km のフランスの高速鉄道路線である。2001年6月に開業し、サンマルセルイ,ル,ルイコールルイコールバラマル西油間を結び、LGV 南東線や LGV ローヌアルプス線を通じて、パリやフランス北部とラングドックルシオン地域圏や、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏を結んでいる。建設費は38億ユーロを要し、 航空と鉄道のシェアを反転させている。パリからマルセイユまで7 5 0トルを3時間で結ぶことを可能にしたため、現在では旅客シェアの3分の2を鉄道が占めている。LGV 1中海線はサンマルセルイコールルイコールバラが起点となっている。東路線は LGV ローヌアルプス線の延長路線でもある。 バランス TGV 駅が LGV ローヌアルプ線と LGV 地中海線の境界駅となっており、在来線のバランスグルノーブル線の境界駅にもなっている。ロマンシュルイゼールやバランス、グルノーブル方面へ素早い接続を可能にしている。クレストでは緊急時の連絡線として、在来線のブリアンソン・ロリオール線と接続している。LGV 地中海線はロール側に接近し、 モンテリマールで、オートルート A7 号線と最接近している。ドンゼール、モンドラゴン、運河と交差後、非常時の既存の路線との接続が、ピエール・ラット、ラパルに存在している。ロール川や他の河川を渡った後、アンジェラスへ続き三角分岐点で、南西方向と南東方向へ進む路線に分かれる。南西方向の分岐線は将来、 バルセロナなど、スペイン方面につながる路線の起点となっており、分岐点より 25km 過ぎで、在来線のアビニョン・ニーム線に接続し、ニーム・モンペリエ方面へ向かう。南東方向への分岐線は、ロール川を越えた後、並行した2本の高架橋の新駅である、アビニョン TGV 駅を通る。LGV 地中海線は続いて、デュランス川を横切る。 ベンタブレンでは、総延長 1.73km の高架橋で、オートルート A8 号線、D15 線、プロヴァンス運河を横切る。南方向へ進み、X アンプロヴァンス TGV 駅を通り、8km のマルセイユトンネルを横切ると在来線と再接続し、マルセイユへ入っていく。ありがとうございます。